粉雪で爆音、これぐらいしか知らん。ズキ知らんから歌うのやめる。よっしゃ、せつなけいすけです。あ、自己紹介はちゃんとしたかな。黒い影のやつがどっか行ったよな。お前、お前も一緒に行かんか。ここあたり、暗い場所のここあたりか。あったかな。あるわ、あの神殿みたいなところ。確かに暗いかもしれんわ。ちょっと明るい部分もあったけど暗いかもしれんわ。あそこかな。どっから出ていくんだったっけ。こっちか。こっから、ここの道通るの久しぶり。なんか久しぶり。でもやっぱ真っ暗って俺の中じゃここぐらいしかないんよな。おったわ。おったわ。いや、案の定おったわ。なお、でもお前こういう変な得体の知れんやつをさ、招きね、もう受け入れとんや。お前追い出せ。ん？少し前からねっとりとした嫌な視線を感じます。見えてないんかいお前。見えてないんかいこいつのこと。アリアちゃんはパリパリ見えてるよ。あ、待ってよ、見えて、これまで見えなかったものが見えるようになりますって。こいつも含んどんか。さらっとこいつも含んどったんか。見つけた、話しかけられちゃった。ねえねえ、名前を教えて。うん、私の名前北川景子。え、アリアだけど。若干引き気味で名乗ったよこれ。で、私の名前はアリアっていつもだったら言うところだけど、え、アリアだけど、だけどって言ったけど、アリアちゃんでも若干アリアちゃんこいつに対して警戒してるからな。それでいいよ、不審者だから。これ見た感じで不審者だから。アリアちゃんって言うんだね。不審者やけんこういう声の方が良かったと思う。あなたは、あ、それあなたはってなんなん。ガールフレンドかっこかり、アメーバで検索検索的な感じか。僕はクルクル影さんと呼んでほしいな。影さん、影さんって異世界の神様。僕が神様に見える、ただの影だよ。影さんって影なの、なんで動けるの。アイアちゃんの影も動いてるでしょ、それと同じ。同じなんだ。そっか、理解した。アリアちゃんバカだから理解した。影さんはこの世界から帰る方法わかる。まあわからなそうだけどね、一応聞いてみる。そんなの知らない、僕だって行きたい明るい場所に放り出されて困ってたの。ザラシのせいだから、それザラシのせいだから。怒るならザラシに怒って、私は関係ないよ。ごめんね影さん、私とザラシがこの世界に呼び出しちゃったの。違う、アリアちゃんは悪ない、悪いは全部ザラシ。僕は怒ってないよ、アリアちゃんに出会ったし。うん、この黒影な、影さんな、あの前の作品からね、女の子には優しいからな。前作の名前忘れたけど、リンちゃんか、リンちゃんにもめっちゃくちゃ優しかったけんな。ねえねえ、そうそうしていい。変態だ、事案発生するぞな。神父さん、神父さんじゃなくて、ね、女教皇さんだったっけね。それ見てどう思う、上の方の。サワサワ、体を少し触るだけ。それがあかんのや。お前、それはイケメンにしか許されてない特権やぞ、お前。アリアちゃんは人形みたいに可愛いから、本物の人間か確かめるためだからね。変な意味じゃないよ。みんな見ましたか？これがロリコンってやつですね。俺に決定権ある。なんで俺が許可出さなあかんの。ああ、ダメじゃん、お前。お前、ふざけんな、お前。そっか、やっぱりダメか、みんな嫌がるよね。触らなくても人間なのわかるでしょ。まあアリアちゃん人形っぽい感じがするけどな、見た目は。うん、知ってるよ、そわそわしたかっただけ。え、あ、お前さ、110番頼んでもいいぞ、110番読んでもいいぞ。お前、私はこの世界、待て待て、アリアちゃんこの声で呼んだらあかんわ。私はこの世界から帰る方法を探してるの。影さんも探す。僕ね、暗い場所が好きなんだけど、女の子も好きなんだ。だからアリアちゃんについていくね。わーわーついてきよったー。くそ、ハングのマン以上にこれは厄介やぞ。影さん、どこか行きたい場所ある？僕は女の子がいる場所がいいな。おるよ、左下に。けどさ、あ、付き合ってる相手もおるらしいけんさ、ちょっと三角関係になるよ。大丈夫か、お先が真っ暗だぞ。
女の子なら何人かいたけど。そこ連れてって。それ帰る方法と関係ないと思うんだけど。僕はかっこいいからね、アヤちゃんが聞けなかった情報を聞けるかもしれないよ。かっこよくはないな。どの価値観でかっこいいって言うんだお前は。かっこいいかな。ほら、あれバカなアリアちゃんですらさ、ちょっと疑いの目でも見とるけどな。でもかけさんを信じる。だからピュアなの。アリアちゃんはピュアなんだよな。節制って言葉を聞いただろお前。前回のパートで節制って言葉聞いただろお前。それは押さえとけ。その信じるってここを押さえといた方がいいぞお前。僕に任せてよ、女の子の紹介よろしく。こうしたらセーブのところにかけさんがおる。わあ、ハングルマン同様、こいつもどうにか消したいな。みんなちょっとさ、みんなには悪い、アリアちゃんのこと好きなみんなには悪いけどさ、やっぱ実況者としてさ、イーヨの方も見てみたいよなって思うよな。確かにこんな得体の知らない真っ暗な人間にさ、まあ、ピュアな女の子を触らせてはいかんと思う、いかんとは思うけど、ちょっと実況者としてちょっとやりたいよな。すいませんね。いいな。じゃあサワサワしちゃうね。サワ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 。あのアリアちゃんですらさ、気持ち悪いみたいな顔になってる。ちょっと顔が真っ青な。アリアは気分が悪くなってしまった。そりゃそうやわな。もう最高。人間なの分かった。うん、すごいよかった。何がすごいよかったじゃん。人間なんか分かったか分からなかったかの話だね。お前すよかったって言葉だったの。よっしゃ探すぞお前。私のことを触らせたんやけどさ、もうそれぐらいの代償としてさ、それぐらいの代金払ってもらうからな。ちゃんと働いてもらうからな。ごめん、何探しちゃったっけ。ごめん、何探しちゃったっけ。元の世界、あ、そうそうそう、女の子のおるとこに、いや、その前にここに女の子おるんやから話しかけとこう、こいつ。おっ、この人は僕のことを見てくれさえないよ。見るとしたらこの花や。お前さ、じゃあお前はこの女の子との間にさ、かびないんか、お前。そっぽ向いとってさ、まだ気のことが気にしとんか、お前。お前。多分このカップル1ヶ月後ぐらいには別れるだろうな。よかったな影さん。多分その後お前が慰めてあげればなんとかなる、ならんわ。やっぱ影だから無理だわな。女の子候補その2。僕ね、おばさんは好きじゃない。おばさん、あんた何を見ておばさんって言ってるのよ。影さん、確かにババアやけどおっぱいは大きいよ。おっぱいで選ばんのか。そうか、違います。どう違うのかしら。やばい、怒らせたかもしれん。やばい。権力で処刑されるかもしれん。権力で私のことを処刑、おばさんって言った罪よみたいな。影さんはお馬さんって言ったんです。苦しい。だってこの世界一回も馬見てない。僕はババ…お影さん、あんなこと言ったらダメだよ。情報を聞くんでしょ。アリアちゃんが途端に真面目キャラになり始めた。こう影さんがさ、ふざけすぎて。だって僕若い子が好きなんだもん。おばさんは嫌。もう気をつけてよね。うん、絶対気をつけてない。お前鼻ほじっとっただろ今。やばい、アリアちゃんの。もう影さんをこの後ろに連れてったらろくなことがないってアリアちゃんが本能的に察してしまった。やばい、影さんがさ、気違いすぎてアリアちゃんをもうちょっと、なんか腹黒キャラにすることができんようになってしまった。さあ、あなたはこのミカエルというイケメンとカゲさんというイケメン、どっちの方が好き？投票してね。コメントで投票してね。このミカエルとカゲさんがどっちがイケメンかってよ、決めてね。まあ、満票一致でミカエルやな。そしたら女の子候補その3、こっちは若いぞ、ちゃんと若いぞ。お姉さん、僕の好みなんだけど少しゴリラっぽいな。影さん、ちょっとさ、一言多いぞお前。あ、
誰らがゴリラだって。見た目じゃなくて雰囲気が似てるって思っちゃったんだよね、影さん。ナイスフォロー、アリアちゃん。いや、そんなにフォローになってないな。雰囲気がゴリラってなんだ。雰囲気がゴリラって初めて聞いたぞ、アリアちゃん。ごまかそうとして若干ごまかせてないような気がすると。雰囲気ゴリラってひどいな。なんでそんなこと言うんだ。アリアちゃんひどいな。僕そんなこと思ってないよ。こいつ、殴ったろうか。頭は原稿したろうか、お前。アリアはそんな風に私を見てたんだね。ごめんなさい。違うの。みんなから影さん見えてない。どうしよう、怒らせちゃった。哀れだわ、アリアちゃん。面白かったな。お前、のんきに鼻欲しいってんじゃないぞ、お前。影さんのせいでしょ。僕も悪かったけど、ただめの差しとアリアちゃんだよね。それに相手を少し怒らせてから褒めて情報を聞いて、僕の作戦だったんだよね。お前さ、もう顔の赤い部分も黒くなるぐらいに殴ったろか、その顔面。ああ、失敗しちゃった。そうだったんだ。ごめんね。アリアちゃん、謝ることないぞ、お前。こいつはたださ、自分の非を認めようとせんだけだ。もう、気をつけてよね。行動範囲狭まったぞ、お前。どうしてくれるんや。あ、女の子候補まだおるな。おるけどさ、これまでの流れ見たらさ、さらに行動範囲狭まってしまうんかって思ったらちょっと怖いな。やばい、この影さん女の子を怒らせる才能あるわ、すごいわ。女の子を怒らせる48の方法っていう本を出しそうな気がする。出版しそうやな。ベストセラーにはなりそうじゃないけど、これ最後の問い出じゃないこれ、もしかして。僕この人が気に入った。美人とお姉さん好き。来たポニョ、ソウスケ好きみたいな感覚です。お姉さん好き言うてる。突然大声で話しかけないでください。第一印象悪。影さん残念だったな。海に浮かんだゴミが気になって困っているのです。ゴミ、あ、もしかしたらあの板のことか。俺も前から気になっとったけど、なんなんあれ、どうやって取るん。あの板みたいなやつ。え、そうです。僕が取ってきてあげるね。ここは神聖な海です。泳ぐようなことはしないでください。僕は影だからね。水の上を歩けるんだ。お、すごい、本当に水の上歩いてる。なんかアメンボみたい。おお、やるやないかお前。何か知らんけどやるけどさ。だからと言って過去のさ、あんな不埒な行動はさ、もう水に流せんからな。ここは川やけど水に流せんからな。どなたか存じませんが、ありがとうございました。俺の言葉はいらないよ。その顔にサワサワしていいかな。お前、さらに事案を発生させるな、お前。あんだけ事案発生させといて、さらに起こす気か、お前。やめてください。そりゃそうなるわ。いいじゃん、ケッチ。あ、いいこと考えた。この海を歩いていけば元の世界に帰れるかも。海の向こうには島があるから、僕のいた国も帰れるはずだ。影さん一人で帰っちゃうの。私はどうすればいいの。お前、あんだけアリアちゃんに迷惑かけといて、もう一人だけ退散するつもりか。お前、僕は自分が助ければそれがいい。クソや、お前みたいなやつな、漫画とかアニメだったらな、最終的に死ぬタイプやぞ。お前もどっか口果てろ。お前、アリアちゃんには悪いけど、僕ツンツンしたお姉さんが好きなの。アリアちゃんは物語りたいからダメ。うわぁ、こんなやつに認められる必要なんかないけどさ、なんかダメ言われたらさ、すっごい腹立つ。バイバイ。さあ、こいつアリアちゃんの大切なものを盗んでいきました。プライドです。どう思う、あいつもう忘れとるやないか。もうあんなことがおって、あんなやつがおったこと忘れとるわこいつ。お前はいいよな、あんな気楽で。これから取り返しがつくんだろうか。チョコレートとか手土産持っていかんかったら許してもらえるのだろうか。ゴリラっぽいとか言ってごめんなさい。
ああ、別にいいよ。アイエはあの時謝ってたじゃん。それに最初に言ったのはあの黒いやつだよ。見えとったんかい。あいつのことを見えてなかったようなことを言おったくせに見えとったんかい、お前。あの時は感情的になってちゃったけど、アイエのことは怒ってないから気にしないでよ。よかったー。よかったー。友を失いかけたでは。友を失いかけたで、お前。あいつのせいで。あの失礼な黒いの屋根は一緒じゃないのかしら。あれ、お前も見えとったんかい。影さんはどっか行ってしまいました。お友達はちゃんと選んだ方がいいわよ。本当やわ。ほうやな。あんなやつ友達だと最初から思ってなかったけどさ、もう不審者としか思ってなかったけどさ、ただ私の世界に変えるためのもう協力人としてとりあえず一緒におっただけやけんな。勘違いしないでね。影さんが失礼なことを言ってごめんなさい。もういいわ。あ、よかった。あいつさ、何の助けもならんどころかさ、変な爪痕残していきそうだったもんな。あんなやつこのセーブポイントに、神聖なセーブのファイルのところに俺なんて許さんからな。ファイル18にもセーブしとこう。というわけで今回のパートなんか進展進んだか。進展したかこれ。影さんがすごい暴れまくってさ、その上でさ、何の手伝いもなく帰っていっただけやないか。くそ。というわけで次回こそはなんか進めるぞ。次回こそはね。というわけで週上げ。レンレテテレレレテテテテテレレレ、アリアちゃん、じゃんけんじゃんけんポン。ザラッシュが悪魔が出てきてしまうかもしれないって言おったけど、本当その通りになってしまったな。一緒におるだけで人間関係がどんどん崩壊していくなんて、悪夢以外の何者でもないけんな。しかも俺の予想だったら影さんまた出てくると思うよね。